どうもピオキングです。今日はですね、世界のコースやっていきましょう。でね、いつもサラダさんのコースで入る時が多いんですけどね、今日はそのサラダさんがいいねをしたコースからね、この方を見つけたんですよ。まあそんなね、ストーカーじみた行為をちょっとしてしまって、まあ申し訳ない気持ちであるんですけれども、まあちょっと意味わかんないんですよ。ちょっと詳しく見るを見てみたらさ、なんかパックンフラワーとコインとか、まあそんな感じだけじゃん。おそらくね、これコインを取ってゴールバーに行けみたいな、まあそんな条件があると思うんですよね。まあそれをどうやって取ってゴールバーまで行くのか、ちょっと気になるんで早速やっていきたいと思います。結構それなりにね、難しいと思うんですよね。まあそれじゃあね、早速ちょっとやっていきますか。一発マリオ7。どんな感じなんだろうね。最初ちょっと様子見させてもらう。あ、ガーボンがいるのか。わかった。じゃあこれもう簡単じゃん。もうガーボンに、まあ、スピンジャンプ。ガーボンが投げる鉄球にさ、このスピンジャンプして乗っていけみたいな感じでしょ。まあ一発目はちょっと早速無理だと思うんで、ちょっとこんな感じで。オッケーオッケー。いや、今ちょっと惜しくない。今ちょっと惜しいよね。まあ次いけるんじゃないかな。これタイミングゲーだね。タイミングゲーだから、まあ何回かやってれば勝手にいけるんですよ。この辺。よし、来た。はい、そしてね、次のコースなんですけど、前からちょっと目つけてたものがあるんですよ。この青くて美しいブルー&ビューティフル10、まあ、10って書いてるぐらいだから、多分 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あると思うんですよね。クリア率もね、そんなに高くなくって、まあ低くもないんですけど、どんなコースかちょっとやっていきますね。多分これ青リフト乗ってって、次 P ジャンでしょ。なるほど、これ青ジャンプ、青ジャンプじゃね、P ジャンプとこの青リフトをどんどん駆使しながら行く感じね。まあちょっと今やられましたけど、まあこれは僕の好きなタイプだね。このリフト乗り継ぎゲーっていうのかな。まあこういうリフトがめっちゃあって、リフトとガリガリがいっぱいあるコースってあるじゃん。まあリフト乗り継ぎゲーって僕言ってるんですけど、まあ誰かがそんなコース名してたな。このリフト乗り継ぎゲーとこの P ジャンをどんどん駆使しながら行く感じで。いや、いいよ、ちょっと待って、急な跳ねはきついな。いや、そしてスネブロ、スネブロはきつい。オッケーオッケー。まあ対応しきれましたね。 ここタイミング重要。よし、オッケー。で、右、これそんなに難しくないな。多分僕結構得意かもしれない、これ。このスネブロ、あ、スネブロじゃねえや。このピージャンと、このスネークブロックじゃねえや。なんだったっけ、もうさっきから言葉が全然出てこねえな。このまま右か。待って、この子、ビーム吐くでしょ。危ねえ。もう急にやめて、ビームやって。これは、なるほど、これビーム。ちょっと待って、危ねえ。なるほど、このピーを踏めばいいのね。いや、今たまたまいけたけど、じゃ、ダメだ。ちょっと勢いが足りんかったね。はい、ごめんなさい。ですね、もう先ほどは何て言ってたかわからないんですけれども、このまま続きやっていきますか。いや、このコースね、青くて美しい、めっちゃいいよ。いや、確かにね、コースの感じも綺麗なんですよ。青くて美しいっていうコースはなんか青のパーツをめっちゃ使ってるんですよね。あ、ゴールじゃん。はい、それじゃあ次はこのコースやっていきますか。デスヘブン、なんかね、ちょっと変わった感じ。まあ趣旨を変えてみたんですよ。大体さ、人気ランキングのトテムズってなんかコインの通りに行って、まあどん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 誰かピョンピョン踏んでいけみたいな感じじゃん。ちょっと待って、うわ、これ、なるほど、毒のキノコを避ける感じで。いや、なんとなくサムネで察したけど、いや、これはむずい、むずい。ちょっと待って、いやいや、待って、さらに恐縮はむずいって。いや、でもね、楽しいよ。いや、めっちゃ楽しい、このコースマジでめっちゃ楽しいよ。人気ランキングのさ、上位のコース、僕めちゃくちゃもう遊んできてるんですけど、もう大体遊んでるんですよね。知ってる方は知ってると思うんですけど、結構もう遊び尽くしてて、でもね、やっぱ上位にあるコースって、なんていうのかな、まあさっきも言いましたけど、さっきも言いましたけど、ちょっと怖えな、これ。ちょっと待って、集中していい？マジでちょっと集中していい？ちょっと待ってね。で、その人気ランキングの上位のコースって、ほとんど似たようなコースが多いんですよ。これ左やるでしょ、一回。オッケー、右。で、コインの通りに行ってジャンプしろみたいな、そんなコースばっかなんですよね。まあ、それに飽きてる方は、たまにはこういうのもいいかなと思います。はい。で、これ、間すり抜ける。オッケー、ジャンプ。オッケー。いや、ほんとに難しいと思うでしょ、これ。難しいんだよ。何が言いたいか全然わかんないんですけど、難しいね。まあクリア率は 2% ちょいで、まあそんなにね、低いわけじゃないんですけどね。なんかこのマリメやってたら、いや、これは無理。
このマリメやってたらちょっとクリア率 2% が高いみたいな、まあ、感じになるんですよ。慣れてる方はね、まあそういう感じだよね。普通さ、クリア率 2% って言ったら、いや相当難しいよねみたいな、50回に1回じゃんみたいな感じじゃん。でもね、このマリメをやってると狂うんだよな、そのクリア率っていうのがね。なんかそんなんない、そんなんないなんクリア率さ、2% で、いや簡単じゃんみたいな、いやおかしいよね、どう考えてもおかしいよね。クリア率 2%って言ったら50回に1回だよ。クリア率 10% でもさ、10回に1回、いや普通に考えて難しいよねって思うんですけどね。さあ、さっきやられましたね、ここ。オッケーで、ここはじゃあ、いやむず、いやここむずいな、多分ここでクリア率全部取ってってるわ。いやここだね、ここ、多分さっきのやられた場所、さっきやられた場所からカットしてると思うんですよ。次のここを越えたあたりのこのオンオフがマジで難しい。早く行こう。よし、オッケー、いける、ジャンプよし、これはもうクリアした。危なあ、うわうわいや次絶対ゴールでしょ、なんでやられたの今。よしよしよし、待って後ろから来てる。うわ、なんか2体になってる、危なさっき1体だったじゃんね。まあそれは置いといて、お疲れさまさ。はい、それじゃあ次のコースなんですけど、まあ、次のコースもちょっと趣旨変えてみました。ボディーローションって書いてるんですよ。クリア率は 2. ちょいぐらいだったね。ちょっと、まあ、速攻遊ぶしてしまいましたけど、まあ、クリア率は 2. ちょいでした。どんな感じだろう。バネが出てきて、わかったわかった、これバネに乗っていく感じで、ね、なんかさ、こういうボンミスよくない？もう速攻やられるみたいな。なんか、あ、結構あるあるだと思うんですよ。マリオしてる人、まあ、結構あるあるだと思うんですが、このままジャンプしていきます。そして右、オッケーオッケー、間に合う。そしてね、僕昔から思ってることがあるけど言っていい？ねえ、ちょっと言っていいものかどうかわかんないんですよ。任天堂さんに申し訳ないから言っていいかどうかわかんないです。でもね、もう我慢できないから言います。僕、この音楽なんだ、この音楽、このダバダーっていうやつ、何これねえ、ダバダーは何、これ、この音楽いいと思うよ、これ。これ僕ね、ごめんなさい、お世辞にもね、いいとは思えないんですよ、このダバダー。これしかもめっちゃダバダーじゃん今日ずーっとダバダーつぶつぶ出るじゃんね。めっちゃ噛みましたけど、これ右でしょ、オッケー。そしてこのコースマジでね、なんか休ませてくれないんですよね。なんかこう、次どんな感じみたいな、ちょっと一回立ち止まりたい気分、わかるよね。いやわかるじゃん、分かってそれをさしてくんないんだよな、このコースって。で次も中間ポイントが、オッケーオッケー、ほらね、わかる今の。なんかね、休ませてくれないんですよ。いやでもね、やっぱたまにはね、こういうコースもめっちゃいいね、めっちゃいい、本当にそう思います。いつもさ、人気ランキングの上位のコースばっかりやってるとさ、結構飽きてくるんですよね。飽きてくるっていうか、これいけるのか、よし、オッケーで、ジャンプ、オッケーもうクリアでしょ、もうそろそろクリアでしょ、よっしゃはい、それじゃあ次はこのスカイハイ。クリア率は 2.3% で、まあ、全然ね、難しくはない部類なんですよ。スカイハイ3って書いてますけど、あの国旗はどこだあの国旗絶対わかんないよね、どこあれ。まあコースを見る限り、リフト乗りすぎゲームみたいな感じなんですよ。多分こうやって右にどんどんジャンプしていけばいけるような感じだと思うんですけどね。多分こんな感じでどんどん行って、なるほど、頭も使うってか。いやこれ相当難しいよ、多分こっち行って、で一旦このまま下に降りて、ここのリフトを使うみたいな。いやこれ結構難しいよ、頭使うの結構苦手なんですよね。でこのまま左でしょ、この矢印の通り行こうか、矢印の通り行ったら多分行けるはず。でこのまま右、オッケーオッケー、うわ危ねえチェックポイントはやったーくれるんだ、ありがとう。何人かわからないんですけどね。はい、まあの国旗がですね、わかる方はぜひコメントくださいいやわかんないね、あれわかる人おったらすごいよ。エジプトかな、エジプトでいいかな。いやさ、このマリメってさ、国旗だけ出てさ、どこって出ないじゃん、それカタカナで出てほしいよね、どこみたいな。いやまあぶっちゃけね、ぶっちゃけどこでもいいんですよ、作った国とか作った人とかね、まあぶっちゃけ何でもいいんですけど、まあ、それでもさ、ちょっと気になるじゃん、あれどこだろうみたいな。ちょっとその気になるのがさ、ちょっとモヤモヤして寝れないっていうか、まあ全然寝るんですけど僕はもう毎日快適に、まあ、快適にね、6時間から7時間ぐらい寝てるんですけど、ね、さあこれは右行きますか。いや左上の何個いいかわからないけど、取ればよかったな、よし、オッケー。でこのまま右でしょ、で左、多分この羽リフトを追いかける、よし。で次左で羽リフト乗ろうか、そして右にジャンプね、オッケーオッケー。で次どんどん上がっていきます、ちょっと待って、これゴールでしょ、
イエーイとか言ってるもんね。多分これでゴールと思うんですよね。ありがとう。これ息アップ3つでしょ。通っていきますか。ちょっと待って、息アップ、息アップ、よし。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。